今からできるピントレシピ。今週25分はお腹が空く時間です。お腹ペコ小僧のカズくん、はい、この夏一番口にした言葉は。この夏一番口にした言葉は、え、なんですか。え、海とかですか。あ、海暑いじゃなくて。暑い、暑いです。暑いですよね。はい、今年特に暑くて、はい、なんかこう塩バナナっていうのが流行ったみたいです。塩バナナですか。塩バナナ、バナナを剥いて塩かけてゆで卵みたいに食べる。はいはいはい。なんかバナナってまあ栄養満点で、よくスポーツのね差し入れとかあるじゃないですか。うんうん、ありますあります。そのバナナに、まあ、糖分と水分も含まれてますけど、そこに塩分を加えることによって最強フードになるわけです。なるほど。今日はそれを使って、はい、まあ、今日も熱中症警戒アラートが出てることですし、はい、これ作ります。塩バナナヨーグルトアイスです。なんかいっぱい入ってますね。いっぱい入ってます。詰め込んでおります、はい、もうね、デザートにもいいですし、敬老の日近いからおじいちゃんおばあちゃんに作ってあげてもいいと思います。取り掛かってまいりましょう、はい、まずはこのジッパー付きの袋を用意してください。ここにヨーグルト、今日は無糖、後々のことを考えて間口を広く入れやすいですね、はい、こっちの方が。ヨーグルト、今日無糖のものを持ってきてます、はい、まあ、甘いやつでも大丈夫です。を 100g ですね。これを入れます、はい、でマシュマロ、まあ、3分の1の大きさぐらいに刻んでください。ほいほい。これも入れます。マシュマロが入るんですか。はい、もう今日砂糖は入れません。マシュマロの甘み、これだけです。あとバナナの甘さ、はい、でこれを、はい、置いておきます。マシュマロがこう熱でちょっと溶け出すと、まあ、よりしっとりというか滑らかなアイスクリームになります。結構置くときは置くんですね。もう時間あるだけ置いてください、はい、よし。でバナナです。バナナをとりあえず適当に剥いてください。一本丸々丸々使います。はい、ういで輪切りにします。まうん、1センチぐらいですか。ですかね。よし、よくねバナナが差し入れで配られてましたね。配られてましたね。高校の時代の部活の時とかね、はい、大谷さんとかもねベンチで食べたりしてますからバナナ。だからこれに塩をまぶすことになるんですよね。どうかけたことないですねバナナ、ね、いろんな食べ方してきたつもりですけど。スイカぐらいですよね。そうですね。でこのバナナを、はい、おと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 、はい、一旦器に移しまして、と、よし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 、塩どれくらいかけるんですかこれは。小さじ2分の1、半分ぐらい、ちょっとまぶします。はい、よし。でもって、はい、今この段階がその夏流行った塩バナナ。塩バナナ、これを先ほどのヨーグルトとマシュマロが待っている袋に合流させます。はいはい、よし入りましたね。もう材料はこれで完璧です。なので空気をまあ抜いて閉めてください。はい、袋を閉めて揉みます。おお、あ、もう結構がっつり、もうバナナの形がなくなるぐらいまで、なくなるぐらいのパワーで、はい、パワーで、はい、程よく冷たくてね、程よく柔らかくて、これいいですよ、ストレス発散になります本当ですか、気持ちよさそうですね、うん、家族もほら、はい、普段ムカついている人を思い浮かべながら。いないですよ。あ、いないですか。いないです。あ、よかった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 、はい、ここ2年以上いないです。本当ですか。はい、そんな逆を直らなくていいですよ、はい、でこれをですね、はい、ある程度揉みましたら冷凍庫に入れます。はい、それでまあはい、そしたらどうなるんですか。凍るんですね。凍りますね。はい、1日寝かしたものがこれです。お、実はこれ 1,2 時間おきぐらいに一
旦冷凍から取り出して揉んでるんですよ。というのも、はい、ずっと入れっぱなしておくとも保冷剤みたいにカチカチになりますけど、はい、これですと、まあ、ちょっと滑らかになっていると。ほう、よし、なるほど、よし、結構じゃあ手も、まあ、混んでると言いますか、まあ、まあまあ可愛がってあげてください。はい、そうしましょう。よし、あとはこれを盛り付けるだけです。あ、もう完成ですか。うん、あら早かったですね。よし、お皿、よし、どんなでしょうか。こぼしそうだ。お、よし、うん、もう見た目はもうアイスですね。アイスです。はい、まあ、ちょっとシャーベットに近いかなぐらいでね。うん、うん、ちょっと綺麗に盛り付けたいんですけど、はい、ここはもう丁寧にいきますか。はい、時間ありますか。え、ありそうです。こんな袋を一生懸命覗き込んでございます、ね。お、そ、中でどうなってるかもう本当に岸さんしか今わからないですからね。今ですね、はい、あの丸を作ってます。おうほうほうほう、こうボールを、はい、誰も見えてないですから今。どうだ、お、丸になってる。綺麗な丸になって出てきましたね。よし、はい、丸く収めましょう。そうしましょう。完成です、はい。塩バナナヨーグルトアイスです。お、では来たのでいただきます。はい、いただきます。おお、冷たい。あ、ちょっと本当にシャリシャリと音がしますね。うん、いただきます。うん、うん、あ、バナナの味が強いですね。美味しい。でこのマシュマロもまたなんていうんですか、この食感、ね、ふにっとしてて、でこのバナナの甘みがまた塩で出てるんですかね、うん、このヨーグルトでまた体にもなんかパワーを与えてくれそうな味で美味しいです、ね、お手製アイス美味しいですね、はい、はい、ここまで今からできるピントレシピでした。